どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが10月13日の日曜日です。タイガースは本日ベイスターズとクライマックスシリーズ第2戦目戦いましたが、敗れました。タイガースの2024年シーズン完全に終了です。今回は本日の試合内容、そして今シーズンの戦いが完全に終了し、それに伴って、 岡田政権も幕を閉じるということで、それぞれ個人的に感じたことを様々、率直にお話しできればなというふうに思います。普段とは違うノーカット形式の動画でお届けしたいなというふうに思っておりますので、よろしければ最後までご覧いただけると嬉しいです。ということで、えー、早速お話をしていきますが、今日、タイガースは敗れました。10対3ですね。うーん、もうまさかです。うん。これだけ点差が相手破れるなんて、 全く想像してなかったですし、もちろん2連勝して、ファーストステージ突破するんだっていう思いで、まあ、全力で応援していたんで、ただただ悔しいです。もう本当に悔しい。まあ、でもその中で、打線で言うと、やっぱり森下選手が光りましたね。まあ、昨日のゲームもそうですし、まあ、今日のゲームのホームランもそう。 まあ、ジャクソン投手からね、えー、153キロのストレート、もうインコース、全然簡単なボールじゃないと思うんですけど、パッとこうバットを出して、まあ、それがそのままスタンドに行って、もう本当にね、ジャクソン投手には今シーズン苦しめられましたし、で、その前に近本選手、中野選手が連続三振で倒れての森下選手なんで、ここでまた森下選手が倒れてしまうと、ああジャクソン投手に苦しめられるなっていうところのスタートになるんで、 まあそれをまず一発でドカンとね、えー、空気を作ってくれたっていうのは、本当に本当にすごいなと。まあ、改めて森下選手って、タイガースの中でも唯一無二の、まあ、力といいますか、なんかこう、ゼロから雰囲気を作り上げれる選手ですよね。まあ、先制ホームランとかそうですし、同点ホームラン、勝ち越しホームラン。 なんかこう周りの空気に乗ってっていうところも大事ですけど、その一発目の空気を作れるのが、まあ、この森下翔太っていう選手だなって改めてこのクライマックスシリーズ見てて感じましたでこの1打数目のホームランがプレー級史上2人目となる新人から2年連続のプレーオフ、まあ、クライマックスシリーズでのホームランということでやっぱりこういった記録を見ても、まあ、本当に1年目からのインパクトってすごいなと。 で森下選手って、去年から今年にかけて数字が伸びたこともそうなんですけど、まあ、なんせ去年からシーズンの後半にめちゃくちゃ強いじゃないですか。で、それ、イメージが本当にファンとしていいですよね。まあ、例えば、前半戦グッと落ちて、まあ、後半落ちてしまった A の選手と、まあ、前半戦ちょっと微妙だったけど、後半戦グッと上げてきた B の選手、まあ、シーズン終えて、同じ数字だった場合、やっぱりファンとしてもイメージ、印象にいいのって B の選手だと思うんですよね。 で、その後者に当たるのが、僕は森下選手だと思うんですよ。なので、本当に、この選手の力っていうのは、改めてすごいなと、まあ、CS 見て感じました。まあ、最後のバッターになってしまった悔しさっていうのはあると思いますけど、まあ、クライマックスシリーズ通して、6割2分5輪ですからね。もう打線全体苦しんでいた中で、森下選手の一発っていうのは、本当にすごかったです。で、一方、守りの方ですけど、もうタイガースの先発は高橋春人投手。 もう、春と頼むぞっていうゲームで、もう初回なんて抜群でしたよね。もう、梶原選手に対して初球の入りストレート良かったですし、もうスライダーもキレッキレ。で、牧選手にはもう一球もね、もう打てるボールないんじゃないかっていうぐらい、ものすごいボール投げて空振り三振。で、佐野選手にフォアボール与えちゃいましたけど、まあ、オースティン選手は142キロのツーシームで空振り三振ということで、もうオースティン選手なんて振った後、まあ、ちょっとツーシームの軌道にびっくりしてましたからね。もうほんと負けたら終わりの大一番で、 上々の立ち上がり見せてくれたんですけど、2回ですよね。まあ、森下選手にホームランが出て、よし行くぞっていうところだったんですけど、宮崎選手にツーベース。まあ、これもインコースいいボールだったんですけど、うまく回られたんですよね。で、も試合展開的に昨日もそうですけど、まあ、なかなかね、ジャクソン投手からは点は取れないだろうっていうところも高橋投手の中ではあったと思いますし、まあ、だからこそこのランナー返されたら厳しい。もう1点もやれないっていうのが、 まあちょっと高橋投手らしさを、まあ削いでしまうと言いますかね。まあなかなか本来の投球ができなかった一つの要因かなって、まあこのツーベースがね、なっちゃったかなっていうふうには思います。で、桑原選手に繋がれて、森選手も内野安打になって、で、その後戸柱選手に打たれて、まあこれが3点タイムリーツーベースになった後、ツーアウトからね、牧選手にも打たれたということで、まあこれで、 4点失ったと。まあ、高橋投手が今シーズン初めてね、4連打を浴びるっていう形になったんですけど、まあ、宮崎選手の場合はカウント1-1からですけど、桑原選手と森選手は初球で、で、戸柱選手はファーストストライクで、もうガンガンベイスターズ打線が降ってきてたんですよね。 で、まあ、それもあってか、3回からキャッチャーが梅野選手から坂本選手に変わったと、まあ、これはなかなかないですよね。もう本当すぐ X では梅野のリードとか梅野交代とかね、まあ、いろいろ梅野選手に関してのワードがトレンド入りしてましたけど、まあ、やっぱりこれは。 一年間戦ってきて、そして昨日の今日っていうのも、僕はこの交代に含まれてるかなと思ってて、まあ岡田監督は昨日のゲームを終えて、まあだから同じやんかと。一年間同じ打たれ方した。しかし分からんのかなスコアラーにも言うたんやけど、横浜で分からんなスコアラーに言うてもわかんわ。選手がやらんとあかんのやから、まあそういう一年やったよと。 まあこれは配球に対してと言いますかね。まあベイスターズ打線。まあ特に中軸の選手にかなりもう今年1年間通してやられたんですよね。もう CS 始まる前にも、まあ岡田監督は牧選手から始まる4人ですか。あそこを警戒ポイントとして挙げてましたけど、まあ1年間同じ打たれ方をした。で、昨日のクライマックスシリーズでも打たれた。で、今日の2回もそう。まあカウント浅めにね、浅いところで打たれてしまったと。まあもちろん高橋投手のボールが浮いてたっていうのもありますけれども、まあ、やっぱり岡田監督が、うん し,したたののが今回キャャッチャーのリーリドだったという、ことで、まあ、今日宮本慎也さんがね解説されてましたけど、配球が読まれているというよりは、ベイスターズの積極性だと思う、キャッチャー交代で目先を変えたいと考えたかもしれないと、まあ、こういう話もしていました。で、今回の梅野選手の交代に関してですけれども、まあ、キャッチャー2人しかいない中で、クライマックスシリーズ、まあ、しかも最後になりうる戦いで、2回で変えられてしまったっていうのは、まあ、本当、梅野選手からすれば悔しいことですし、 でこれを梅野選手がどう感じて来シーズンにつなげてくれるかっていうのは僕、めちゃくちゃ大事なことだと思うんですね。もちろん全責任に梅野選手がね、まあ、乗っかってるというか、もうすべての責任が梅野選手にあるっていうことではないんですけど、やっぱり岡田監督がね、最後にこういう決断下したっていうところを、梅野選手が来年にどうつなげてくれるか、本当悔しいですし、でもね、これで腐るような選手ではありませんから、 来年ね、またタイガースが頂点に立って、まあ、その時ね、こう、ああいう交代があったから繋がったって言えるような、うん、シーズンにしてほしいですし、もうしなければいけない立場の選手だと思うんで、まあ、なんとか、梅野選手にはここからね、もう一度這い上がってもらって、また来年のタイガースのキャッチャー運用っていうのは大きく変わらなければいけない時期でも僕はあると思うんで、そのあたりはまた動画ができればなっていうふうに思ってますけど、まあ、その中心にね、梅野選手はいてほしいですし、 まあ本当にね、ここからどういう風に、えー、再スタートを切ってくれるかっていうのは、えー、注目したいなと思っています。はいまあ、本当に最後ね、原口選手にホームラン出て、まあ、岡田監督がありがとうって言った風にも見えたんですよね。まあ、最後は森下選手でゲームセットっていう形にはなりましたが、まあ、本当に打線で引っ張ってくれましたし、森下選手ね。で、ピッチャー陣も悔しい形にはなりましたけれども、えー、今日のゲームは敗れるという形になりました。 で、改めて、2024年、まあ2年間のタイガースですね。まあそこについて思うことを話したいなと思うんですけど、まず今年ですね。まあ、ある程度優勝を逃してしまった動画でお話ししたところと重なるんですけど、 ま、岡田監督のね、コメントにもあった通り、もうこのクライマックスシリーズは1年間やってきた中での集大成だと。で、去年のクライマックスシリーズを思い返すと、まあ、ほんとレギュラーシーズン通りの戦いをできたと思うんですね。まあ、勢いガンガン乗っていったっていうところもそうですし、まあ、特に野主人がそれぞれ与えられた仕事、まあ、打順がね、ほぼ完全に固定されている中で、1年間やってきた仕事っていうのをそのままクライマックスシリーズでも出せて、 っていう戦いだったと思うんですよ。まあ、ただ今年に関しては、まあ、シーズンの後半にね、やっと打線が繋がって得点数ぐっと伸びましたけど、まあ、シーズントータルで見ていった時の、まあ、全体のタイガース打線っていうのは、まあ、ちょっと繋がりがね、去年とは欠けてしまうっていうところもあったんで、 まあ、なかなか勢いを全体的に見ていった時に生み出せていなかったと。で、その中で今回の CS は、まあ、1年間トータルで見た時のタイガース打線の波がえこの2試合出てしまったかなっていう印象はありますね、まあ。特に近本選手、中野選手なんて完全に抑え込まれましたし、まあ、その2人が出て森下選手の前にランナーがいる状態で、まあ、点差が、ね、落ち着いている時に、まあ、そういうチャンスを作れていればとか、まあ、そんなこといろいろ考えちゃいますけど、まあ、本当に後悔する暇もないっていうのが特にこの のファーースストステージだったと思うんで、まあ、なかなか、えー、納得のいくような、ね、結果を残せた選手っていうのは少ないと思いますけど、まあ、とにかくこの悔しさっていうのを、ね、来年につなげてほしいなっていうふうに思います、まあ、本当悔しいですよ、まあ、ピッチャーも、ね、たくさん打たれてしまってで特にベイスターズ点差が開いて主力が下がっていって、まあ、最後の最後に、ね、こういう負け方するっていうのは本当に悔しいですけど、まあ、ただやっぱり去年ね優勝日本一最高の景色を見れたっていうことが やっぱこの岡田タイガースの中で一番大きいと思います。もうほんと今のタイガースの選手たちって若いんで、若い選手たちが勝つ喜びを知れた。そして、まあ勝った時の責任感といいますかね。なんかこう、今年は優勝日本一からの、まあチャレンジャーっていう立場だったところからチャンピオンとしての一年だったんで、またそれがね、えー、チャレンジャーっていう立場に切り替わって、えー、来シーズン戦うことになりますけど、 まず一つ、え、頂点に立つことができた。で、その難しさっていうのを知れたっていうのは、すごくすごく、え、大きな経験。まあ、今年は悔しい終わり方になりましたけど、まあ、その2年間だったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、去年はレギュラーシーズン85勝して、まあ、クライマックスシリーズは3つ全部勝って、で、日本シリーズでも4勝して、 まあ去年92回歓喜の瞬間、我々タイガースファン、味わえたんですよね。で、今年はクライマックスシリーズ、ポンポンって負けちゃいましたけど、まあ、74勝、今年も積み重ねたということで、まあ、ファンとしても、今までにないぐらいたくさん勝ちを見れた、勝ちゲームを見れた2年間だったということで、まずは本当に岡田監督に思うことは、ありがとうございましたと、そしてもうお疲れ様でしたっていうところですね。まあ、本当に悔しいクライマックスシリーズにはなりましたけれども、まあ、本当にね、うん 監督も変わって、また新しいタイガースになります。まあ、ただ、岡田タイガース岡田監督が築き上げたものっていうのは僕は消えないと思うんで、まあその経験を活かして来年にえー、繋げていってほしいなっていうのが、もう今戦いを終えた直後の一阪神ファンとしての思いです。皆さんは、えー、クライマックスシリーズの戦い。い 今年全体の戦い、そして2年間全体の岡田タイガースについてどう考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者6万100人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。 次は目指せチャンネル登録者6万1000人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします皆さん2024年シーズン1年間阪神情報局とともに走っていただきありがとうございましたまた2025年に向けて新しいタイガースが始まりますがここから阪神情報局らしさどんどん出ていくんじゃないかなっていうふうに思ってますもちろん戦いは終いちゃいましたけどそこに向けて一体どういうプロセスを踏んでいくのか それぞれの選手がどう成長していくのか、で、それがどう来年につながるのか、もう全部いろんなことを考察していって、まあ、オフの期間も楽しめるようなチャンネルでありたいなというふうに思っています。皆さん本当にこの1年間、共に走っていただきありがとうございました。ここからの道も一緒に走っていただけると嬉しいです。岡田タイガース、大好きです。岡田監督、本当にお疲れ様でした。ではまた